分の人生に絶望している人、それが死を望むほど強い方に対してどこまで何ができるんだっていうところが突きつけられるのかなと思うんですけど、自分で死ぬことも選べない、ずっと追い詰められている世界の中にずっと生きていくっていうだけの生活、それが自分にとって考えられないと。当日乾杯のご発声を賜りたくお願い申し上げます。どんな状態になってようが今まで通りのお父さんで、もう偉そうにやっぱり喋っててほしいし、おもろいことも言うててほしい。絶対が壊れるのは嫌やから、ほんまに軽いんですよ。それからくらったのは軽い子供たちとの人生をまだ一緒に歩みたいって多分思ってる部分はあるんじゃないかなって、本当の意味でもう覚悟ができてる、それでいいんだって思ってるとは思えないっていう感覚が あって、とにかくお母さんにさせてしまったっていう後悔ですよね。ご本人がこれでいいんだって思えるまで最後まで付き合って、意思決定がちゃんと納得ができるものになっていくように、まあ、共同意思決定をしていく。健太、ちかちゃんおめでとう。それでは今日はお願いいたします。乾杯。僕の目標の父親像は後から先にもあなただけです。これから目標に近づいていく姿を母さんと一緒に1分1秒でも長く見届けてください。呼吸器をつけるっていうのは一つの通過点であって、人生は続いていくわけですよね。まあ、社会が許す中でできるだけご本人がこう生きたいっていうのに叶えてあげられたらいいなと思います。毎回毎回悩みながら対峙していくってことになります。